第8戦フォーミュラ日本終了しました。今日は朝から雨が降っていてレースは難しかったんじゃないですか。そうですね、まあ、予選も雨だったし朝のウォームアップも雨でね、まあ、そういう意味ではまあみんな同じ条件だったからある意味こう難しい面もあればチャンスもあったと思うんですけど、まあ、その中で、ね、レース自分で失敗して、まあ、コースアウトしちゃったし、まあ、そういう意味ではちょっと反省の多いレースだったかなと思うんですけど、まあ、その中で、ね、まあ、一応ポイントは取れたんで、まあまあ、結果だけに関して言えば良しとしなければいけないのかなと思うんですけど、まあ、もう残り2戦のもうあと1戦になっちゃうんで、まあ、本当にそういう意味では、まあ、もったいなかったなっていうレースでしたね。ありがとうございます。ラストあと1戦ということで応援していくので頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。フォーミュラ2